目指せスーパービーストラー。皆さんこんにちは、コバです。用事が終わり、ドライブがてらヒストリーガレージへ、スバル360に会えるという場所があるので、そちらをね今日はご紹介できたらなと思ってビデオを回してます。2019年の10月にちょうどこちらで東京モーターショーが行われました。ちょうど新型レヴォーグのプロトタイプが発表されたりしてワクワクしてたのを覚えています。僕ねちょうど縁がありまして3回見に行ったんですけど、広すぎていつもはスバルさんのブースを見たらもう帰るかなって感じなんですけど、ゆっくり見ることができました。メガウェブさん、ヒストリーガレージさん、コロナウイルス感染拡大防止ということでね休館されておりましたので、通り抜けることしかできませんでした。時間の止まった名車コレクションの街ということで、このヒストリーガレージはね世界のヒストリックカーに触れるノスタルジックな空間が広げられております。本当はねもっといろいろな車に出会うことができるのですが、でもこの通り抜けだけでもねこれだけたくさんの車に会えたということはね本当に良かったです。ご視聴ありがとうございます。ぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。